Ruby クラスターリング1895年に作られたこの Ruby のリングは、中心にローズカットのダイヤ、その左右にもローズカットのダイヤが入り、周囲にビルマルビーが囲んでいます。ハンドメイドのこのリングはキャストで作っているわけではなく、一個一個の爪も手で作ってカットして石の形に合わせています。そのため微妙に爪の形や長さが異なり、先端の作りなども爪の先端ですね、ルビーの形に合わせています。ハンドメイドの温かみがあります。その上、指で上をなぞっても全然引っかかりがありません。きれいにセッティングしています。また爪が盛り上がるわけではなく、シャンクやフェイスから自然につながっているので、触ってみてもカーブが柔らかく丸みを帯びていて、出っ張りを感じさせません。ショルダーを見ると線がありますが、これはよく見ると型抜きで作ったものではなく、小さなドットを打ち込んで作っています。模様付けしてますね。なぜ型ではないかわかるかというと、よくルーペで拡大してなぞっていくと、見ていくとドットの間隔が微妙に異なります。手作りの良さがこんなところにも感じられます。フェースの裏側を見ると、石の大きさに合わせて微妙に穴の形が違います。上下のルビーは、上下ですね、上下のルビーは少し楕円を帯びているので穴も縦長で、他はクッションシェイプのような丸型をしています。それに合わせた形になっています。またシャンクの内側には刻印が入っています。ここに F& と見えますが、一回サイズ直しをしたのでしょう。 F& の&の次が途切れたメーカーズマークが入っています。その横には金の純度を示す15と10625、これで15金ということがわかります。さらに横に横向きにした怒りのマーク、これでバーミンガム周辺で作られたということがわかりますね。登録地バーミンガムの刻印が入っています。それとここに最後によく見ると V、 アルファベットの形の変わった V が入っており、これがデイマーク、1895年に作られたということを示しています。石はルビーはビルマルビーなので、紫外線を当てるときれいに発色します。画像よりも少し赤みが強い感じだと思っていただければと思います。日の光の下でもものすごくきれいな石です。通常のクラスターリングに比べ花模様が強くなく、ひし形と中央の星のイメージがあるので、さりげなく使いやすいかと思います。1895年にイギリスで作られたルビーのリング、ぜひご検討ください。